というわけで本日はこちら、それ3年ぐらい前に近所のたい焼き屋さんの買ったたい焼きをレビューしたことがあるんですけど、そのたい焼き屋さんはいつの間にか店の前に自動販売機置いてたんですね。でたい焼き以外にもなんかお好み焼きやたこ焼きアイスなどが置いてあったので、今日はそちらを食べていきたいと思います。あと以前なかった主食版たい焼きというのもあるので、それも食べていきます。同じもの食べても仕方ない。ではまずはいずれも冷凍食品ですでに準備済みです。お好み焼きから食べていきます。結構重たいね。これ腕が疲れてくるので早く食べないと。ではいただきます。ぎっしりとした重さがあるお好み焼きから始まり、次に食べる。だけど温めながら食べてるのでちょっと席外してます。一口だけど、もう食べ応えある商品が多くて美味しいんですが、一方でと思うようなものもあります、ね。ちょっときついという。前のたい焼きレビューした時だったら美味しく食べられたかもしれませんが、年重ねるときつくなるような味もあります、ね。で、最後は濃いものを食べた後食べたくなる甘いものといえばアイスですよね。冷たくてさっぱりすっきり。パクパク食べ進められて、ひんやりいきますよ。さてさてさて、どうしたのかな。あなたも予想してみてくださいね。ごちそうさまでした。最初に食べたお好み焼きは結構厚みがあって、噛んだ瞬間にもちっとした生地と口の中で広がってくる具材の旨味がとても美味しかったそうなんですけど、スーパーで売っているような商品とは全く違う食感と味わいがありました。一方たこ焼きはふにゅっとしていて、お好み焼きに比べるとあっさりパクパク食べ進められるのですが、お好み焼きに比べるといわゆるそのスーパーに売っているような商品との違いが弱いかなと思いました。お好み焼き以上にたこ焼きは出来たてがいいのかな。で主食版たい焼きも食べてみたのですが、けどウインナーとベーコン、そしてチーズが入っていくと塩気が美味しいんですけど、結構脂がきついので、自分が言うような話ではないかもしれないですけど、若い人向けの主食たい焼きです。マジで年を重ねるとだんだん胃が受け付けなくなるような気がしました。脂がきつくて胃にたまるって感じがします。最後に食べたアイスクリーム、ミルククリームとはかなりあっさりして味わいになっていて、シンプルに味だけで勝負している。一方クッキークリームは少々ほろ苦さがあるのですが、クッキークリームだってレンズではザクッとした食感やしっとり食感はあまりなかったので、あくまでメインはミルクかなと思いました。一方ほうじ茶ミルクは他2つと違ってシャーベット状になっているので、シャリシャリして口の中でシュワッとほうじ茶の優しくも深みがある味わいを広げてくれて一番美味しかったです。なのでアイスの中ではほうじ茶ミルクがおすすめですね。そして主食類の中では自分は食べ応えがあって満足できるお好み焼きが一番美味しいなと思ったので、代表としてほうじ茶ミルクともども5点とさせていただきます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。あなたの地元にも面白自販機ありませんか？あったら私に教えてくださいね。教えてくださったら動画でコメントさせていただくかも。それでは演武終演。